はい、どうもゆうたです。イエーイ。台風が来る予報ってことで、阪神選手が今屋内練習場で練習してるんですよ。まあ選手がね、練習終わって出てくるときに、まあ声かけてみて、サインもらえそうだったらもらっていきましょう。レディゴー。ありがとうございます。ゆうたさんです。サインですか。富山から来たんですよ。富山から。はい。え、カープファンなんですか。いや、ロッテファンです。あ、前映りました。清宮の人忘れちゃった。え、2つ映ってる。じゃあもう準レギュラーっすね。僕もゆうたって言うんです。ゆうたって言うの。同じ名前です。ゆうた TV。 ゆうた TV。 ありがとうございます。お願いします。糸原選手お願いします。お願いします。ありがとうございます。ハイタッチできました。イエーイ。できなかった。できた人。はい。一人かい。カーブ最高。テレビじゃなくて TV です。横川選手頑張ってください。ハイタッチお願いします。おお、荒木選手、荒木選手、ありがとうございます。手がサラサラだった。手がサラサラだった。まあ、ただ荷物を持ち帰って握手してくれました。優しいですね。優しいです。最高っす。頑張ってください。頑張ってください。板山選手お願いします。お願いします。頑張ってください。大山選手、大山選手、お願いします。頑張ってください。伊藤選手、伊藤選手、頑張ってください。森谷選手、森谷選手、頑張ってください。森谷選手、頑張ってください。福留選手、福留選手、オーラやばかったでしょ。やばいっすよ、マジで。もう手間かいです。伊藤選手、鳥谷選手、福留選手、かっこいい。あと、ナバーロも。ナバーロ、頑張ってください。伊藤さん、伊藤さん、チャンネル登録してます。実は宮城から来てて。あれ宮城、富山、富山、富山より遠い。めっちゃカープファンって言われてましたけど、ロッテファンですよね。いや、実はロッテファンなんですよ。金本監督、サインお願いします。サインお願いします。金本監督、頑張ってください。カープの時から応援してました。お疲れ様でした。阪神の選手どうでした。特に誰が優しかったですか。北条選手の反応でカープファン、カープファン、カープファンって言ってるのに、ここにロッテファンいるんです。北条選手、ここのロッテ見逃してましたね。原口選手です。あ、もう全てのファンにはタッチをしてくれた。神々じゃないですか。カープとタイガースでクライマックスだ。イエーイ。Oh, God.